あらまさん、こんにちは、ゼフカです。それでは今回なんですけども、ファミペイ総額88億円上げちゃうキャンペーン詳細ということで、まあ上限はクーポンなど解説ということですね。まあ今回はこの動画の前に速報ということで、まあ動画を、まあファミペイについての動画をアップしたんですけども、まあその動画の中でお伝えできなかったキャンペーンの上限などについて改めてお伝えしていこうと思います。ちなみに前回の動画については、下の概要欄にリンクを貼ってますので、まだそれを見てない方がいらっしゃいましたら先にチェックしてみてください。一応キャンペーンのおさらいなんですけども、こちらの4つですね。ウェルカムクーポン、ファミペイチャージで最大 15% 還元、受けたまわりギフト、ファミペイ利用還元、ファミペイすげえ得チャレンジキャンペーンということで、今回は丸2番のファミペイチャージで最大 15% 還元についてピックアップしたいと思います。ということで、ファミペイチャージ最大 15% 還元ということで、こちらは7月の1日、の月曜日から7月の31日水曜までの期間にファミペイにチャージされたお客様にチャージ額の最大 15% 相当のファミペイボーナスを還元いたしますということで、気になるチャージの上限額なんですけども、こちらはまず現金でチャージした場合なんですが、こちらは 10% で還元の上限が2000円までということなので、まあ現金の場合は2万円チャージしたら上限額の2000円までもらえるということになりますね。次にファミマ T カード、クレジットカードタイプになるんですけども、こちらでチャージしたら15% 還元ということで上限が3000円と決まってます。なのでファミマ T カードでしたら同じく2万円をチャージしたら上限額の3000円までもらうことができますね。まあ、なのでやっぱり見る限りはファミマ T カードでチャージする方がいいのかなというふうに思います。あと前回のスタンプのことについてお伝えしたと思うんですけども、こちらはファミペイで決済して対象商品ごとにスタンプが貯まるんですけども、こちらは5杯で1杯がタダになるコーヒースタンプがもらえたりします。ここからは補足なんですけども、まず1つ目、ファミペイの通常時のポイント還元率は 0.5%、 こちら200円につき1円相当となってますね。次2つ目ですね、11月には D ポイント、 T ポイント、楽天スーパーポイントとの連携も可能となってます。次、電気代やガス代、各種税金といった収納代行の支払いにも利用可能という風になってまして、この場合は1件あたり10円相当のファミペイボーナスを付与されるようになっています。毎回支払うごとに、まあ、公共料金を支払って還元されるっていうのはやっぱり嬉しいですね。次、チャージ方法に関しては、まあ、先ほどお伝えた現金とクレジットカードタイプのファミマ T カードのみなんですけども、今後は無料送金アプリのプリンのソリューションを活用とした、まあ、銀行口座連携の対応するということになってます。これは予定という風になってますね。あと他社のクレジットカードとの連携は予定してないということだったので、これはちょっと寂しいですね。ということで今回はチャージの上限額やキャンペーンの補足についてお伝えしました。またですね、ファミペイに関する追加情報などがあれば改めて動画にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。